さん、こんにちは。こんにちは。本日は東京タワーにご来場いただきまして、どうもありがとうございます。ただいまから東京タワー TV サタデーが始まります。本日の MC を務めさせていただきます、東来彩香です。どうぞよろしくお願いいたします。本当によく晴れて東京タワー日和ですよね。もうぜひ皆さん最後まで楽しんでいってください。東京タワー TV は毎週土曜日日曜日放送のユーストリーム番組です。毎回素敵なアーティストやゲストやお招きして、ライブありトークショーありで東京タワーの魅力をお伝えしていきます。またこの番組はスマートフォンやパソコンからならどこからでもご覧いただけます。放送時間は午後3時から4時までの1時間、5時から6時までの1時間、そして7時から8時までの1時間の合計3時間番組です。東京タワー大展望台1階のクラブ333から公開生放送でお送りします。まずは東京タワーからお知らせです。東京タワーでは岩手県大船渡市と協力し、大船渡産の炭火焼きサンマを無料で振る舞う恒例の平成26年度三陸大船渡東京タワーサンマ祭りを9月23日火曜日に開催します。大船渡港から直送された新鮮なサンマをスタッフの皆さんの熟練した炭火焼きの技で香ばしく焼き上げ、サンマを引き立てる大根おろしにヘツカダイダイを添え、千葉県山武市のサンマによく合う醤油とともに3333名様に無料配布いたします。この他会場では大船渡のご当地バーガー大船渡サンマバーガー1000食を限定販売するほか、サンマ本来の旨味と香りが味わえる大船渡の伝統料理サンマすり身汁も限定で2000食販売されます。9月23日は秋分の日ということで、秋の味覚を東京タワーで思う存分堪能してみてはいかがでしょうか。また東京タワーでは展望台からの景色をお客様にさらにお楽しみいただけるよう双眼鏡を無料でレンタルしています。展望台2階にあるレンタルスコープサービスでお求めいただけますので、さらに迫力ある東京の風景を楽しんでみてはいかがでしょうか。詳しくは東京タワーの公式ホームページをチェックしてみてください。それではお待たせいたしました。この後は歌手、声優、ナレーター、ラジオパーソナリティなどで活躍中の幸田真理子さんの番組、幸田真理子のタワーフルステーションをお送りいたします。なお番組中の撮影は禁止となりますのでご了承ください。それではよろしくお願いいたします。着ぐるみちゃんが大好きなので、つい心が浮かれてしまう私でございます。
さあ今日もですね、高田真理子のタワーフルステーション、月に一度の楽しい合わせでございます。夕方の6時までどうぞお相手よろしくお願いします。それでは今日の東京タワー、今日の東京タワー、15日、あさっては敬老の日です。皆さん敬っている年上の方はいらっしゃいますか？私はもちろん両親であったり恩師であったりいろいろいてくれるんですけれども、その15日の1日前を14日はですね、心血管病予防デー、心臓病血管病の予防デーだそうです。14日で、その予防の運動をグリーンアイビー運動というそうです。グリーンアイビー、なんでアイビーと言うんでしょうね。心臓がアイビーの葉っぱの形に似ているからだそうですよ。なんかこう私たちが考えるとハートの形のような気がしますけれども、まあこれをつけた人はアイビーの葉っぱに似ているということで、グリーンアイビー運動というそうです。明日14日はこの東京タワーのイルミネーションがグリーンアイビー、グリーン色に変わるそうです。お時間は18時30分から24時まで。皆さんぜひ見てみてくださいね。これでも難しいとこなんですけど、東京タワー来たいなと思って東京タワーに来てると自分たちの姿見えないからグリーンになってるか分かんないっていう。なので来るときにこう見てから入る、もしくは帰るときに眺めてから帰る、入ってるときは俺今グリーンって思う、そんな感じなんでしょうかね。さあ、高田真理子のタワーフルステーションは毎月第2土曜日夕方5時から6時、ここ東京タワー大展望台1階クラブ333から公開生放送でお送りします。またこの番組は東京タワー TV、 お台場 TV、 原渋 TV でユーストリーム配信をしておりますので、皆さんパソコンやスマートフォンからならどこからでもご覧いただけます。どこからでもというのは全世界からご覧いただけるということでございます。全世界でも見られるし、こんな近くでも見られるし、私の手がつるっと滑ってストップウォッチが飛ぶと怪我をするというその距離でございます。またアーカイブは後日 YouTube チャンネルにもアップされますので、今回の放送も過去の放送も何度でもお楽しみいただけます。これね、意外に落とし穴なんですよ。私この間こう第1回目から第1回高田真理子のタワーフルステーション、あーこんなにたくさんの人が見てくれてる、ありがとう。第2回あれちょっと減ってる、第3回もっと減ってる、なんでと思ったら、いやそりゃそうですよね、公開されてる期間が違うんですもんね。まあでもそれに気づくのに3日間ぐらいかかって、3日間結構落ち込んでたんですよ。あれ番組終わっちゃうのかしらと思ったんですけど、そんなことあるわけないですね。よかったです。さあ今日の東京タワーのついでに、私からですね、皆さんにご報告がございます。無事に45回目の秋を迎えました。ありがとうございます。たくさんのハッピーバースデーメールをありがとうございました。海坊主さんありがとうございます。今日早く来られてよかったですね。ね、マリネどうもです。遅くなりましたがハッピーバースデー、ありがとうございます。マリネと共に一緒に歩いてきた日々、会うといつも健やかな安らぎをもらい、今こうして誕生日を祝うことができて嬉しいです。これからもよろしくですっていただいております。ありがとうございます。それからですね、この方は青い月さんですね。ありがとう。たくさんの幸せが届きますように。今日が終わるとまた新しい今日が始まる、その真っ白なページに紡がれる思いが優しさで溢れていますようにといただいております。ありがとう。そしてこれはですね、山梨の上野くんですね。1週間遅れですがお誕生日おめでとうございます。私事ですが今旅館のお仕事をしており、一日でも早くなれるよう頑張っていますということで、私も頑張っておりますよ。一緒に頑張りましょうね。上野さんありがとう。そして千代田区のまどかさん、ありがとうございます。今年は自らへのバースデープレゼントとして半帯を買われたとのことで、今日ウキウキなお着物姿のマリネーが拝見できることを失礼、楽しみにしていますってことでいただきました。ありがとうございます。マリコさんお誕生日おめでとうございました。私も30歳を超えてからどうしても四捨五入をしがちなわけです。ついにあれですね、間違っていなければ間違ってないよね。そこで少し早いですが5年後のマリコさんを想像してみました。
全くイメージができません。どうなりたいとどうなっているかって似ているようで違いますね。20年前も現在のマリコさんを想像できていなかったけど、同じように何の違和感なくマリコさんはマリコさんなんでしょうね、という東京都のキサさんです。ありがとうございます。最近の日常であったことでも報告しようかと。マリコさんきっかけで出会ってから15年くらい経つシングルファザーの俺のカリスマな友人と残念なイケメンな友人と3人で食事をしてきました。素敵ですね。お会計を終えて階段を上がりかけた時にシングルファザーの友人が逆ナンされてました。終わり丸。でもね、あれですね、逆ナンされるってすごいですよね。どんなイケメンさんなんでしょうね。ちょっと今度ぜひ連れてきていただきたいなと思いますが、エルモさんありがとう。9月5日お誕生日おめでとうございます。これからもライブやイベントなど再開されるように期待してますね。ありがとうございます。マリコバンドとして活動できる日を楽しみにしています、というエルモさんです。それからね、謎のメールもいつ、9月13日、今日じゃないですか。俺と渚香織くんの誕生日です。龍崎くんいますか？いないじゃん。渚くんはいますか？いないじゃん。世界のどこかの龍崎くんと渚くんお誕生日おめでとう。誰？どなたでしょうね。ありがとうございました。あの、僕こんな人っていうメールも待っております。東京都練馬区の大須賀大吉くん、大吉くんありがとうございます。9月の8日はとしみさんのお誕生日です。ご本人は遠慮して番組には書いてよこさないと思いますが、私がこっそりマリコさんに教えちゃいますということで、大吉くんから教わったので全世界にお届けしてしまいました。としみちゃんごめんなさい。としみちゃん今日どこにいて、あ、今日はいらっしゃらないということでね。そうでしたか。おめでとうおめでとう。大阪府枚方市の西村美穂ちゃん、ありがとうございます。で、ね、面白いメールをいただきましたよ。ところでマリネは実際は9月4日に一つ年を重ねていたってことをご存知でしたか？プル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 。日本の法律では年齢計算に関する法律、1902年明治35年12月22日施行、誕生日の前日に加齢することになっているのです。加齢って嫌な言い方ね。どうなのこれは。つまり法律上マリネーは9月4日に〇〇歳になられていたのでした。年齢伏せなくてもみんな知ってるんですが、一応伏せたことないよね。私伏せたことないんですよ。でもちょっとマイク直していい？ある時電車に乗ってたら、なぜか受けたことのない雑誌、週刊誌の中吊り広告があったんですよ。でそれを見たらなんかね、そこに私の名前が書いてあったんですよ。幸田真理子インタビュー。え？買ったんですよ。私インタビュー受けたかなと思って。受けてるんだ私インタビュー。しかもお誕生日はいつですか？9月の5日です。おいくつになられたんですか？内緒してねえって。いやいやいや、人生面白く。でもね、ありがたいですよね。受けてないのにインタビューがある、ありがたいわ。ぜひまたよろしくお願いします、ということでね、マリネそれは置いといてお誕生日おめでとうございましたというみほちゃんです。他たくさんの皆さんからありがとう。本当に皆さんのおかげで日々生きておりますので、これからもどうぞよろしく お願いいたします。ありがとうございました。で今きっとね、ディレクターさんが甲田さん頭でこんな読んじゃって大丈夫かしらと思っていると思うので、このぐらいで次のコーナーに参りたいと思います。温故知新、昭和のかほり。さあ、古き良き時代をみんなで一緒に考えようという温故知新、古きを知って新しきを知るということで、この東京タワーではですね、日本のいい時代、昭和だったりをですね、クローズアップしてお届けしていきたいと思います。って言いながら思ったんだけど、昭和が古きってどういうこと？古くないっすよね、別にね。古くはないと思うんですけど、私が今何を探しているかというと、みんなのメールと一緒に片付けてしまった進行表でございます。無事に手元に戻りました。ディレクターさんドキドキさせてごめんなさいね。たくさんのメールいただいております。ありがとうございます。東京タワーってずっとこれ何年目なんでしょうって、この間ちょうど50周年、あれ微妙、55 今反応がすごい微妙だったんですけど、みんな大丈夫でしょうか。私が生まれる前からここに立ってるんですよね。
なんかすごく不思議な感じがします。今でこそコンピューターで計算してたくさんのビルが建てられているんですけれども、この東京タワーは人が紙と鉛筆で計算をして、そして人が自分たちの手で作ったという、私はすごい建造物だなと思います。そして震災の時にもね、ちょっと先っぽ曲がってましたけれども、こうして今も私たちを迎えて楽しませてくれるっていう素敵な場所だなと思います。さあ早速温故知新のメールをお届けしましょう。神奈川県相模原市の徳さん、徳さんは今日は大丈夫だったのか、いらっしゃれなかったかな。徳さんね、ちょっと体をね痛めて、ね、入院されてたんですけども、退院しましたということでメールいただいております。退院できてよかったです。大事にしてくださいね。タワフルで月のお話をよく耳にします。それで私も月を見るようになりました。中秋の名月はあいにくの天気でお月見はできませんでしたが、翌日のスーパームーンはよく見ることができました。でもその月を目にした時、スーパームーンという言葉より名月という言葉がこの月にはぴったりだなと思いました。月に薄く雲がかかっている様子などを見ると、ススキがたなびいていた昔の家の前の風景が思い起こされます。今はススキが生えていた場所にも新築の家が建ってしまいましたが、何かのきっかけで昔の風景を思い出すのもいいですね。マリコさんに昔を思い出す風景や匂い、風などありますか、というたくさんです。皆さんもありますか、ご自宅の自分の部屋の窓を開けた時の風の匂いとか、懐かしい風景とか、あとお家、玄関開けた瞬間の匂いってありますよね。自分のお家の匂いだったり、それからよく遊んだ原っぱの匂い、学校の校舎の匂い、あれもすごく懐かしい感じがします。時々街を歩いてて似てる匂いにふっと触れると、一瞬のうちにその時代の自分の感覚に戻ることがあって、すごく幸せです。まだねこの東京タワーに通い始めて数回なので、東京タワーの匂いというのがまだわからないんですけど、今日初めて感じました。スタッフさんと待ち合わせをしてた時にものすごいムワッときたのが、さマクドナルドのハンバーガーの箱を開けた時のあの匂いわかる？あのムワってくるやつ、炊きたての炊飯器よりもちょっとこう油が入ったちょっと美味しそうだけど微妙な香りが、うわなんだこのマックの匂いと思ったら、すごい隣で男の人がビッグマック食べてたっていう私の東京タワーの大なんていうんですか、ちょっとショックでした。まあマクドナルド好きですけど、すごくびっくりしました。兵庫県としみちゃん、ありがとうございます。ここ数年、男前な人を指さして、男前な人を指して言う言葉は、イケメン、イケメン、イケメン、言われてますか？言われてますか？あれ？ここはぐっと食いついてこないとダメですよ。でも、金月まみさんは、今もブレずにおっしゃいます。ハンサムと。平成になってもハンサムは使われていたでしょうが、なんとなく昭和の香り。マリネさんのハンサムさんは、どなたですか？私のハンサムさんはやっぱりハッピーちゃんと、あと今うちにいるにゃんこちゃんのファインちゃんっていう子がいるんですけども、可愛くて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 、なんで可愛い子ってパクって食べたくなっちゃうんでしょうね。よく私は猫アレルギーでにゃんこを触るとブワーッと湿疹が出て熱が出るんですけれども、なのにね、さこう肌が触れないように長袖を着てマスクをして首にはタオルを巻いて手袋をしてわざわざ猫部屋に入っているのに、もうファインちゃん、とチューをしております。でここすごい腫れるのね。で腫れた後こう加納京子さんのふりをしてちょっとセクシーな私になるっていう、余分な話でした失礼。古き良き昭和係、この方は北風太郎さん、ありがとうございます。マリネこんばんは。こんばんは。今は IC カードと切符にスタンプを押すのが多いですけど、僕の住んでいる香川のローカル鉄道の琴平電鉄、もう名前が素敵よね、琴平電鉄、通称琴電でも IC カードもあるけど紙の切符を切ることはまだやっています。まだしています。関東の方はどうですか？マリネは鉄道乗りますか？それでは番組頑張ってください、という畳み込んだメールでございました。ありがとうございます。でもこれ気持ちわかります。カチ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 って、私あれ大好きだったな。カチカチに合わせておはようございますとか、帰りましたとかって、こう高校から高校に向かうときと、それからお家に帰ってくるときに駅員さんに言うのがすごく好きでしたね。カチカチ言ってましたね。電車の匂いもありました。
これみんなついてこられるかな。あの床が木だった頃の電車。今えって言った人いたよ。今素でえって言った人いたよ。床が木だったんですよ電車昔で、ものすごい黒っぽい油が塗ってあって、これがまた滑るんだ、なんで油塗るねんと思いながら乗ってたんですけど、すっごい匂いがしてたことを思い出しますね。あれもちょっと懐かしい匂いです。もし今電車に乗ってあの匂い嗅いだら泣きますね。絶対嗅がないと思いますけど、はい。モザイク戦隊ゼンラマンさんです。なぜこのラジオネームにしたのでしょうか。あなたは誰。温骨神、実家の近くのホームセンターで昭和を発見。ミニチュアドールハウスの懐かしい昭和シリーズだ。プレゼントにいいかもね。わお、ミニチュアドールハウスの懐かしの昭和シリーズ、なんだろう、どれだろう。シルバニアファミリー、いや懐かしのって言っちゃいけない、今も現在もうバリバリですからね。はい、ありがとうございます。他にも秋葉まどかさんが夢の超特急のお話や、エルモさんが大阪ドッグというホットドッグのお話、おっとどっこい高幸さんがなんと懐かしのビックリマンチョコのお話を送ってくださっております。皆さん温故知新、たくさんのメールありがとうございました。それでは次のコーナーはこちらでございます。タワーフルマリコソング、たくさんのリクエストありがとうございます。この方は大阪市のですね、森くん。森くん、いつもありがとう。リクエストはドントフェイクです。秋になるとなぜかこの歌が聴きたくなります。私もこれすごく大好きな歌で、あのなんだろうな、歌い出しが薬代わりにピアノを一人弾いてみようかっていう歌い出しで、すごく自分自身も癒される。その薬代わりにピアノを弾く行為っていうのが、その音楽をやっている自分にとってもすごくこうグッときて、作ってくださった女性のアーティストさんなんですけど、彼女の気持ちが伝わってきます。ハードなサウンドとマリコさんの透き通ったボーカル、ミスマッチのようでがっつり噛み合っているこの歌、名曲ですよね。ありがとうございます。ちなみに私は当時この歌を歌った時はですね、熱がですねちょっと9度近くありまして、3回歌って終わりました。はい、でもあの亀田誠二さんにあの時そうですねアレンジしていただいてて、もうたくさんの仲間たちと一緒にせーのって大丈夫って言いながら、すごく楽しかったです。で、歌い出しが薬代わりにピアノを弾いたよ、スタジオで弾きましたよ。どうぞのくん、ありがとうございます。少し前に自分のブログで自分が一番好きなマリコさんのシングル曲について書いてみようと思い、最初は気軽に始めるつもりだったんですけど、考えていくうちに妥協できなくなって、気がついたらトーナメント表を作って約1ヶ月にわたるガチな企画になってしまいました。僕らの素敵さに耳かきをしているととか本気で1回戦から組んでいきました。で、最後は三つどもえの決戦となり、モンシロチョウ空の手のひらを制して我が甲田マリコシングル曲ナンバーワンに決まったのは、私が天使だったらいいのに。いや嬉しいですね。求めてるものは何、信じてるものは何、そんなあの問いかけから始まる松原美樹さんと一緒に作らせていただいた曲でございます。私が天使だったらいいのに、またいつかねライブで歌いたいな。そしてこの方は上野くんですね、山梨の上野くん、ありがとうございます。今回はマリネの記念すべき誕生日の月なので、マリネの誕生日当日にリリースされたアルバムの中からマリネが作詞した曲で一番好きな曲、1999年9月の5日甲田マリコビビットから愛のクレイジーエプロ。懐かしい。あれはなぜさ、天ぷらを揚げる歌なのにライブの時に私フライパンを持たされたんですよ。しかもあれがまたごっつ重くて、いやこれ持ってマイクかみたいな。そんでエプロンもしなさいって言われて、早替えでですよ、で真っ暗い中でエプロンしなきゃいけなくて、フライパンはどこだマイクはどこだになって、頭出しとかね、歌頭結構危険なことがあったんですけど、今日はあなたを嬉しがらせたい、やる気が急に来たっていう、すごく可愛いあの女性の歌ですね。ありがとうございます。兵庫県としみちゃん、この歌をリクエストします。歌詞のこっそり窓を開けたら電波探すぜ、聞き逃しでもしたら大事件さって部分を見てると、今のマリ姉さんの番組の凄さを実感します。タワフルレインボー分字全部映像付き、全世界の皆さん映像付きですよ。失礼、
タワフルレインボーはオンタイムに見られなくてもすぐにネットにアップ、過去の放送も含め何度も視聴可能ってすごい。減ってってるけどね。ラジオにはラジオの良さありますが、お姿を拝見できるのは嬉しいというとしみちゃん。としみちゃん、ありがとうございます。今宵の甲田真理子のタワーフル真理子ソングはまずはこの曲から。甲田真理子、星屑砂嵐、青春の雑音リスナー。間違ってはないな。神奈川県徳さん、ありがとうございます。おすすめの観光地ですが、江ノ島です。江ノ島いいですね。でも車で行くと帰りが大変な江ノ島。電車で行ったことのない江ノ島、江ノ電乗ってみたいな。江ノ電水族館、浜辺、島、神社と観光スポットもいっぱい。以前勤務していた学校で江ノ島遠足というものがありました。おしゃれですね。私は東小学校という町の小学校に通ってたんですけど、遠足は吉見百穴とか行きましたよ。吉見百穴わかります？まあ昔のお墓ですよ。まあいいんですけどね。はい、あの古墳ですね。遠足といっても大変、片道約35キロ。遠足ってバス乗りました？あ、乗るんや。そっか、歩くんじゃないな。まあ帰りは電車で帰ってくるのですが、歩いてるよ。早朝に出発、早い人たちでお昼過ぎに、遅い人たちだと夕方まだかかって江ノ島までの道のりを歩きます。江ノ島着いても観光できないじゃん。おお、すごいね。
下見は職員がするので折りたたし密式の自転車で35キロ、当日歩いて35キロ、大変でした。徳さん本当大変やったね。先生でしたからね。ありがとうございます。おっとどこい高幸くん、ありがとう。大阪ナンバヒップ、あさっては大阪で南香織ちゃんとディナーショー。一番気合が入ってたのは衣装いやだってもうかおちゃんと二人でこうネットでやり取りしながら、ねえこのドレスは、いやこっちは、ねえこっちはって見ていたページは結婚式のお色直しのドレスのページですから前の来てくださる皆さんお楽しみに。はい、内容はまあどうでしょうね。はい、頑張りますよ。ナンバヒップス周辺は南と呼ばれる繁華街、グリコやカニの看板がある道頓堀や吉本のナンバグランド花月、調理器具専門店が並ぶ道具屋筋、 NMB の本拠地 NMB48 劇場などなど、昔ながらの街並みを残しながら新しいものも取り入れていく面白いものが大好きな大阪人らしさが詰まったこってこての街です。それにしてもマリネ最近よくナンバに来ますねという高幸くん、何言ってるんですか。昔なんか毎週行ってたじゃないですか。今も本当は行きたいんですけどね。いやいやなかなかね。最近は便利になったね。新幹線すごいね。技術の進歩ってすごいね。こうやって皆さんに支えられて生きてます。ありがとうございます。清田くまどかさん、ありがとう。ありがとうございます。群馬の河原湯温泉に行ってきました。なんでだってば、なんでだってばといえば甲田さんの4枚目のアルバムです。その頃なぜかムササビにハマっていた私はムササビの歌をたくさん歌いました。六本木で夜遊びするムササビの歌、もしくは歯ブラシを背負って河原湯温泉へ旅するムササビの歌、まあ意外と社会派な歌だったんでしょ。ふざけてたわけじゃありません。これからダムに沈んでしまう温泉をムササビくんが出ていくという、振り返りながらこう故郷を後にする歌だったんですが、大丈夫、河原温泉まだある。いいことなのか悪いことなのか私には分かりませんが、河原湯温泉はとても素敵なところですよ。約800年前に発見された河原湯温泉は昔の旅情を残し自然豊かでのどかな湯治場、泉質は弱アルカリ性、お肌に良いと言われています。女性の味方ですよね、弱アルカリ性ね。もうまどかくんお肌すべすべなんで大丈夫じゃないでしょうか。しかしもうすぐ幻の温泉になってしまうかもしれません。それがヤンバダムの建設。実はヤンバダムが完成したら丸ごとダムの湖の底に沈んでしまうのです。ということでですね、この後も大事なことが書いてあるのでございますが、皆様ぜひヤンバダム河原湯温泉ネットで検索して調べてみてください。そしてまだ余力が残っていたら私のなんでだってば、こちらの方もぜひよろしくお願いします。他にも素敵な曲がたくさん入ってありますよ。上野くん、ありがとうございます。山梨では今ぶどうが旬。そうですよ、山梨といえばフルーツですからね。そこで今9月から11月までぶどうエキスポ2014と呼ばれるイベントが行われています。巨峰の種飛ばし、あら宮代町の巨峰じゃないですか。これは読んでいいのでしょうか。巨峰の種飛ばし大会や高級ぶどうなどが当たる抽選会など楽しいイベントがあります。皆さん、埼玉県南埼玉郡宮代町も巨峰の美味しいところですのでぜひお越しくださいませ。上野くん、ありがとう。拍手ありがとうございます。めちゃ今勇気づけられたわ。一瞬あの外交官の仕事を忘れ去るところでしたがね。あ、でも大事なことですよね。みんなで仲良く手を取り合って巨峰が大好きになればいいでしょう。巨峰最高です。あ、ちなみに特別栽培米宮代っ子も美味しいですよ。でもね、手に入らないんです。売り切れてしまって、私あの毎年食べようとするんですけど買いに行くともうないんです。今年の秋は頑張って手に入れたいと思います。エルモさん、京都のエルモさんでございます。9月の20日から21日都メッセで京都漫画ミュージアムというところでですね、京都国際漫画アニメフェア、あ、これが京マフっていうんですね。
京マフってよくツイッターをやっている頃にスタッフの皆さんが京マフ京マフっておっしゃってたのを知っていて、私も行きたいのになかなか呼ばれないなと思ってたんですけれども、いつかねなゆきちゃんでお伺いしたいなと思っている京マフでございます。今年は9月の20日21日だそうですよ。ありがとうございました。そして今日来てくれてますね、はるかくん、ありがとうございます。兵庫のこれ読めないねん漢字どうしたらいい教えて。え、とこみね、もう一回言って。このみね、違う、ごめん、バケツリレー、このみね、ありがとうございます。届いた、とのみねです。兵庫県のとのみね高原を紹介します。石辺に宇治と書いて、宇治の下に一を書きます。それに尾根とか峰の峰、とのみね高原ですね、を紹介します。夏休みに実家に帰った時に久々に車を運転したくなったので、運転するんや、はるかさん、わおわお、ちょっと想像してしまいました。母を誘って2人でドライブしてきました。運転の上手な男性ってちょっとセクシーですよね。それじゃあそう思いません？今なんで鼻でふって笑ったんですか？どうしちゃったんですかね。標高が高いので夏でも涼しくて綺麗な緑がいっぱい、空気も美味しく、すごくリフレッシュできました。秋になると一面が金色のすすきでいっぱいになるそうで、素敵ですね。某ナウシカのラストの金色の絨毯のような感じなのかも。行く？ほな、私歌うで。ラン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 、この歌は歌ったらあかん。次は秋のすすきを見に行ってみたいものです。秋に行ってかなってから紹介した方がいい気もしますが、そこは許してっていう。はるかさん、ありがとうございました。他にもたくさんいざゆけジャパン観光地いただいております。ありがとうございました。皆さんのおすすめの観光地お待ちしております。続いてはこのコーナーです。タワーの磯吉。レインボービームから飛び出したこのコーナー、まあもともとはね違う番組だったんですけれども、違う番組からレインボービームがパクって、そのパクリをまだここでもやってるという、本物の東京タワーからやっと全世界へお届けします。タワーの磯吉、実に自由な川柳のコーナーです。第5回目のお題は今年中に、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 ウェルカムトゥージャパンです。はい、磯吉さん、ありがとう。夏が過ぎ、秋が過ぎれば大晦日。早っ。まあ気持ちはわかりますね。続いて磯吉さんでございます。なんだかな、時の流れに身を任せ。なぜテレサテンを好きなの知ってるの？ありがとうございます。続いてとしみちゃん、ありがとう。断捨離を必ずします、気が向けば。私ね、絶対隣に住んでたらめちゃくちゃ仲良しの主婦ともになれると思うんですよ。だってさ、気が向かなかったら絶対できないよ。私この間さ、全世界に向けてノーモア断捨離とあんなに叫んでおいて、もうね、うちの動物にそのこう整理してあるところと、整理する前にこうクリーニングとか出さなきゃいけない衣類とかあるでしょ、それをバーッと積んでいたところにこう飛び乗られて、うんピークをされてしまったんですよ。これは断捨離しろと神様が言ってると思って、荷物を整理していらないお衣装でも捨てるって、やっぱり私の世代はすごくなんていうんですか、罪悪感があって頑張ったんですけれども、70リッター7袋捨てました。頑張りましたよ、としみちゃん。気が向けば私もまたやります。ありがとうございます。まどかくん、ありがとう。もう一度ライブで共に歌いたい。もうダメ、我慢できないよ。実は私もちょっと我慢できなくなってきたんですけどね、歌いたいですよね。さっき番組の偉い人の川辺さんも、そろそろ金月さんとここでどうだいみたいな甘いささやき私にしてくれたんですけどまあ何も磯釣り名人がほら若い女子たちに夢中なんでこう私たち結構今放置されてる感じなんですよね。まあ若い女子たちの輪の中に入るっていうのも手なんですけど、まあちょっと入りづらいかなっていう感じもねありますね。他にもたくさんいただいております。徳さん、ありがとうございます。エルモさんもありがとう。国士無党さんからもいただいていますよ。タワフルに遊びに行くぞ、年内に。うん、今年中にはマリコさんに会いに行きたい。タワフルなら有給休暇中に育てた息子も連れて行きやすい。国士無党くんの息子だよ。ね、やっぱりね、長くやってるもんですよ。
学生だった頃の悩みを知っている男の子や女の子が自分の子供を連れてくるこの楽しさ、知ってるんだぞお前の過去みたいな。もうね、子供も可愛くて可愛くてしょうがないんですけど、考えてみたら私の変なところもみんな知ってるんですよね。お互い様です、ありがとうございます。大阪府枚方市のみほちゃん、ありがとうございます。ダイエット、あと5キロはなんとしても。5キロって結構じゃないですか。今年中に5キロってそんなに痩せたら不健康じゃない？今年中だったら3キロぐらいだよ、みほちゃん。あさって会うから言うよ、直接。いや、大事です、大事です。おっと、どっこい、たかゆきくん。修行して、目指すはスーパーサイヤ人。僕はガリガリなので、鍛えてもう少し筋肉が欲しいところです。いや、でも僕が悟空みたいにムキムキになったら逆に嫌かも。想像できなかった。ということで、タワーの磯吉、皆様から自由な自由な、お題を、お題ではございません、あの千里お待ちしております。ちなみに来月のお題は冬に欲しくなるもの、ぬくもり、冬服、ロングブーツ、こたつ、ボーナス、それとも彼氏、彼女、もしくは温かいラジオ、お寄せください、お待ちしております。続いてはまたまた戻ります、タワフルマリコソングです。遅ればせながらハッピーバースデー、はるかくんありがとうございます。ムーンライト美術館をリクエストします。9月5日に発売されたビビット、これ嬉しいですね、みんな覚えてくれてありがとう。ムーンライト美術館というのは私も大好きな曲で、月明かり誘うから、すごく優しい、ちょっとひんやりとしたこう、なんていうのかな、空気の感じを肌で感じられる曲です。ぜひね、ライブでまた歌いたいなと思いますね、ありがとう。上野くんからはですね、やっぱりビビットから、夏の果て、愛は夏の果てってやつですね、あれも素敵な曲ですよね。徳さんからはイミテーションワールドお願いします。私の痛みはそうよ、誰もわからない、気づかない、怖くないからね、怖くない、怖くない、私とてもハッピーな人、大丈夫大丈夫、ウェルカムトゥ東京タワー。この曲かけましょう。エルモさんありがとうございます。高田真理子さんの曲と思われる、このなんか、このなんか弱気なところが素敵でしょ。高田真理子さんの曲と思われるハッピーバースデープレゼントをかけてほしいです。なんで思われるって書いたんだろう。これはダーティーペアフラッシュというアニメーションのキャラクターソングで、私はユリという役をやらせておりました。原作の先生曰く、アニメ史上最悪な性格の女だと。私はすごく可愛いキャラクターだなと思って最後まで演じさせていただきました。先生ごめんなさい。それではお届けしましょう、ダーティーペアフラッシュ、ユリ、高田真理子でハッピーバースデープレゼント。ユリでハッピーバースデープレゼント、すごく優しくて
わがままな女の子なんだけど本当にその人が好きなんだなっていう愛情が伝わってくるすごく素敵な曲なので、皆さんぜひ聴いてみてくださいね。ハッピーバースデープレゼントお届けしました。絶滅危惧種ハガキ職人を救え。卵からオムレツ。皆さん素晴らしいです。気象転結もバッチリです。ガンガンお届けしていきたいと思います。私ね、まどかくんってこうハンサムさんでしょ、でお肌もトゥルトゥルでしょ、ですごい真面目で働き者で優しいから超モテると思うんですよ。でもね、今回モテない理由もちょっとわかりましたね。なんと私の番組に千原みのりちゃんの番組の、あ、いやいや、千原みのりちゃんのハガキを送っているんでしょ。まあ、みのりちゃんとは超仲良しだからいいんですけど、ちょっとなんかジェラシーっちゃったなと思ってお届けしましょう。千代田区の秋葉まどかさん、ありがとう。あの、LINE 仲間で今も楽しくヤッホーみのりちゃんとか言いながらやってて、でみのりちゃんが今度の写真集を出すんです、10周年。これがまたセクシーな写真がたくさんあるんですけど、 LINE でね、送ってもらって見ちゃった。喋るか、なんか喋るか、いいよ、いいよ、登ってきていいよ。あ、行っちゃった。みのりちゃんの話に戻ります。みのりの秋の一言でピンときたのが、今年デビュー10周年を迎えられるみのりんこと千原みのりさん。そうです、今回の卵からオムレツ、みのりの秋でございます。実はデビュー前に甲田真理子の GM で半年間アシスタントをされていたんですよね。今となってはびっくりですが、なんでやねん、本当に大きくなったものですね。おらおら、全くも11月発売予定の10周年を記念したアーティストブックラブレターにはマリネートの貴重な対談が収録されているとのことで楽しみです。そうなんですよ、収録に臨んでみたんですけど、あの対談ということで、対談ってほら、みどりちゃんが喋って、あたしが喋って、みどりちゃんが喋って、あたしが喋って、言ってみたらみどりちゃんシーン、あーマリネートシーン、何回言わなあかんと思って、みのりちゃんこうだよね、ああだよね、あの時こうだったよね、ああだったよねって一生懸命喋ったんですよ。私なんか話を聞かなきゃいけないと思って、でその後みのりちゃんのブログ見てたら、なんかマリネーが一人で喋っていたような気がする。いや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 まあいいんだけどね、みのりちゃんね、うん、GM 時代にマリネーからたくさんのことを教わったおかげで今の自分があると、みのりんもおっしゃっていますき、いや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 、私もみのりんからたくさん、教えてもらってますよ。これまでの努力の、結実として10周年という記念すべき瞬間を迎えられるのでしょう。これをまさに千原みのりの秋ではないでしょうか。お後がよろしいようで、かっこ笑い。ありがとう埼玉県朝霞市どうぞどうぞ。いや、すごい嬉しかったんですよ、ありがとうございます。冗談だってば、あ、楽しかったマリコさん、今月もご教授よろしくお願いいたします。どうぞのくん、ありがとう。今回は実りの秋がテーマということですが、この秋に結婚式が決まりました。俺じゃなくて友達が失礼取り乱しました。でもすっきりしました。まあ友人の恋が実って幸せになるのは喜ばしいんですけど、周りの恋が実るために早くお前も何とかしろというプレッシャーが押し寄せてきますからね。どうぞのくんもさ、優しくて働き者で結構いい男でしょ。おや、いや、でも私の知らないところでこう彼女がいたり別れたり、彼女がいたり別れたり、彼女がもしかして結婚してるかもしれないしね。あんまり突っ込んじゃいけなかったかな。次のお便りに、水里そらちゃん、そらちゃんありがとう。神奈川県から来てくださってあります、水里そらさんです。卵からオムレツ、実りの秋というのにつながるか分かりませんが、私は自分の子供が通う幼稚園が10月にあるバザーで売るポーチやカチューシャなどを8月から手作りし、今も作っています。ほんとなんかこう、あったかいママだよね。もうね、そらちゃんが作るこう自分の子供のに作ったクッキーって本当に優しくて、私はこっそりそれを横からガツガツ食べてるんですけど、あのいただくたんびに、あ、母親の愛情ってこういう風に形になるんだなって思います。夏休みにいい大人が宿題とは無縁なんて思っていたのですが、夏休み終わった未だに追われています。とにかく手に取ってくれた人が長く使ってくれるように丈夫に作ることを頭に置いて作っていますが、
残らず嫁にもらってくれて使ってくれたらなと思います。売れ残ったら自分で買うけどね。私も買うよ。でもきっと売れ残らないと思いますよ。そらちゃんありがとうございます。徳さんありがとう。先日まで私ちょっと入院していたのですが、当然そこで出てくるのが病院食。正直言ってあまり美味しいものではありません。でも3食のうち1回フルーツがつきました。普段はあまり食べないのですが唯一の甘いもの、その中でぶどう、巨峰かな。薄味が続く病院食でその甘みは強烈。あら徳さん、宮代町にいらっしゃい。秋につながるのはぶどうだけですが、いつもの味覚ではおそらく感じられない感動を味わうことができました。その感動をぜひ我が宮代で。ということで、卵からオムレツのコーナーでございました。卵からオムレツのコーナー、このコーナーでもですね、いつも皆さんにあれを出していますね、お題をね。ちなみに今回の次のお題は子供の頃の夢。子供の頃の夢、書きやすくない？今の夢だとちょっと書きにくいかもしれないけど、なぜ書きにくいぞっていうアクションをしたのかな、まどかくん。子供の頃の夢、卵からオムレツ、お待ちしております。夕方メール。すっかり夕方になったよ。まさに夕方メールでございます。先月までは寂しかったね。超明るかったしね。やっとこのタイトルがいい季節になってまいりました。上野くんありがとう。プリキュア毎日チェックしています。すごいな毎日見てくれてんねん、嬉しいわ。私も自分が出た回は毎日見るけど、なかなか出ないんでね。3週連続ミラージュ様の声が聞けて嬉しかったです。ありがとう。マリネが歌うキャラソンがカラオケ配信されているようなので今度歌いたいと思います。上野くんが歌うんやで。私のまあいいや。15日のブンブン GM イベント成功できるよう応援しています。ありがとうございます。さてさて、いつものことながら仕事中なので東京タワーには行けずという神奈川県のしまちゃんです。しまちゃんありがとう。夏の暑さはどこへやら、すっかり涼しくなりました。まだまだ油断はできませんが、今年も我が家にはいろいろな侵入者が。いやこれさ、毎年常連のランディ君はカーテンを洗おうとしたら裏に引っかかったまま力尽きているのには驚いた。次のメールに行きたいと思います。なりぼうさん、妹が結婚しますということでおめでとうございます。今日ですよ、土曜日ですよ。ありがとう、おめでとう。おっと、どこい、たかゆきさん。ナンバヒップスのホームページを見たけど、地下鉄と近鉄難波駅の 15B 出口を出てすぐみたいですよ。 JR と南海は名前は同じ、難波駅でも少し離れた場所にあるのでご注意ください。どうもありがとう。迷っちゃったら大変だからね。それから iPhone の使い方をコクシムトー君からいただいております。ありがとうございます。としみちゃんは旦那に頭ポンポンってやってもらいましたが、バンバンって感じでなんでやってもダメです。これね、あの女の子は頭ポンポンが好きなのよっていう、好きな人に頭をこう撫でてもらうのが好きなのよっていう話をしたんですけれども、どうやらとしみちゃんの一周の人はバンバンだったらしいですね。愛情がねちょっとバンバン来ちゃったんですかね。他にもたくさんいただいております。海坊主さんからもいただいておりますよ。あー、この海坊主さんのどうしても読みたいけど超時間がないけど読んじゃおう。ディレクターさんごめんね。先月のターフル放送前日、ある特別な場所でのお仕事でした。桐生市市民文化会館、初めてマリネに会いに行った場所。会場正面の交差点で交通誘導整備でした。そこに立つと全身に鳥肌が立ち、ふと振り返るとあの時の自分が会場へ入った瞬間が今でも思い出されます。ここから始まった新たなるかけがえのないもの。今の仕事と許される時間を重ねながら抱きしめていこうと新たに再認識した、そんな日でした。いつかマリネと歌える日が来ることをゆっくり待ちながら、ということで海坊主さんからいただいております。桐生の会館でねライブをやらせていただきました。嬉しいですね。こうやっていつでもみんなが心の中にその思い出を抱きしめてくれていると、その思い出を紡いで私も次へのステップへ進めます。どうもありがとうございました。夕方メールのコーナーでした。続いてはこちらのコーナーでございますが、またまたやってもらいましたよ、タワーフルマリコソング。海坊主くんは9
9月の夏休みをまどかかんは岩前スペシャルを、そしてこの方よしおくんとですね、みほちゃんからこの曲をいただいております。お届けします。甲田真理子マイベストフレンド。ありがとうございました。私にとってもものすごく大切な歌です。ラジオをやらせていただいてもう随分時間が経ちましたが、まだまだいつも新人のつもりでみんなのお便り拝見させていただいております。わずかな時間の中で思いが届けきれない、そんなもどかしい気持ちをこの曲に書いて泣きながら歌ったあの日を今でも覚えています。リクエストどうもありがとう。甲田真理子マイベストフレンドお届けしました。さあ、お別れのお時間でございます。甲田真理子のタワフルステーションは第2土曜日に毎月オンエアされます。 来月もぜひ皆さんここに会いに来てください。来月は10月の11日です。おたき佐々木の誕生日の次の日です。体育の日の次の日です。10月11日、おたちゃんのツイート見たら、あー、タワフルやなって思い出してください。そして甲田真理子のレインボービーム、こちらは19日です。9月の19日来週の金曜日にお台場テレビで、皆さんぜひチェックしてください。全国のコミュニティ FM でも聞けるので、こちらの方もよろしくお願いします。金曜日19日の夜の8時20分ぐらいから私が楽しく皆さんと一緒におしゃべりをしますよ。そして甲田真理子南香織のブンブン GM はいよいよ15日敬老の日に敬老の日に敬老の日になぜかディナーショーと生放送をやります。生放送は夕方の16時4時ぐらいからですので、いけないよというあなたはぜひパソコンかスマホの前で4時からチェックしてみてください。そして来てくださるあなた、ありがとうございます。私と南香織の渾身のディナーショーを楽しんでいただけたらなと思います。
レインボービーム9月の19日皆さんぜひ聴いてください。ブンブン GM はあさって15日です。そして甲田真理子のタワーフルステーションは10月の11日となっております。こちらの方もぜひまた会いに来てくださいね。番組ではあなたからのお便りメールをお待ちしております。メールアドレスです。東京タワーアットマークハッピーハッピーハッピー .co.jp です。お便りの宛先は郵便番号 107-0052 東京都港区赤坂 7-3-37 カナダ大使館1階ハッピーハッピーハッピーレコーズ株式会社東京タワー TV 甲田真理子のタワーフルステーションそれぞれの係までです。今日押したのは宛名が長いからっていうことにしときます。メールはメールは10月の10日お昼12時まで、お便りは10月の9日必着となります。たくさんの皆さんからのお便りメールお待ちしております。さあ今宵も最後まで聞いてくれて本当にどうもありがとうございました。甲田真理子のタワーフルステーションお届けしたのは私甲田真理子でした。また来月10月11日にここ東京タワーでお会いしましょう。ユーストリームでご覧の皆さんには絶対的エナジーキラのプロモーションビデオをお届けしながらお別れとなります。いつかまた合言葉を決めましょうね。今日は本当にどうもありがとう。10月11日またここクラブ333じゃなくて太陽333クラブ333でお会いしましょう。甲田真理子でした。この胸の股間高にある気だ。世界一の愛